他に皆さんが知ってるテーブルマナー教えてほしい。今コメントがっつり私見てるから。そう、それを見終わったらちょっと洗濯物いっていいっすか。しに行っていい？ちゃんと入れた？入った？全部今日の洗い物洗濯物。え、うん、多分多分ありがとう。うん、ほんほんほん。なんかあれくちゃくちゃ食べるのは良くないね、うん、やっぱね印象悪いね。あとはほうほう、あ、ラーメン食べづらい。あ、海外の方逆にこのってすするのが無理なんだ。でもスコヤもね、うん、めっちゃ苦手すするの。あ、そうなんだ、うん、まあ、無理にとは言わない。関係ないの帰ってきてるな。ビール瓶で殴るとき、ねえ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 、ビール瓶で殴るときラベル上にするとかあるんだけど、なにそれ。それ面白いね。それめっちゃいいじゃん。それめっちゃ好きだわ、スコヤ。なんでだよ。え、なんかそう、ビール注ぐときにラベル上っていう文化があるから。あ、え、違うよ、ビール瓶で殴るときって書いてあった。そうだから、その一種返しでしょ、うん、なるほどね。普段からそうやって注がされてるから殴るときも上にしてやるっていう。え、こわ、そういうこと？じゃない？だって注ぐときラベル上だよね。へー、あ、そうだね、絶対そうだね、うん、それは日本酒もそうやん、うん。ディナーでの乾杯はグラスをつけてはいけない。あ、そうなんだ。カチンって。へー、じゃあいつかディナーしたらスープは手前からすくう、だって。いやー、本当？食べ終わった後はナプキンを畳まない。あー、言うね、それはね、ぐちゃってしておくって。へー、うん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 、うわー、すごいね、ためになるな。やばかった。あ、グラスが割れちゃう。なるほどね。本当かどうかわかんないから、確か鵜呑みにしちゃいけんかもしれない。え、ナプキン畳まないってこと？椅子にかけとくってこと？なんかくちゃってして置いとく。あ、確か行儀悪いって思わないのそれ？なんだったっけこれ、うん、なんかそう意味があるんで、美味しかったですみたいな意味がある、うん、え、くちゃってするのが、うん、じゃなかったっけ、うん、本当だ。ナプキン畳まないのは畳むのを忘れるほど美味しかったですって意味になって。そうそう、それすごい、皆さん博識だね。紳士淑女の皆さんだね、本当に素晴らしい。あなたが一番淑女な格好してるけどね。あはにゃーにゃーるほどね。うんうんうん、中華料理またあれか、そう、料理にもよってなのか。中華料理はこう、イタリアン料理はこうとかなんだ、うん、あー、本当だ。中華料理とかはじゃないの、うん、ちょっと残さなきゃいけないとか言うよね。あ、言うよね、うん、じゃないとあのおかわりってなっちゃうってね。そうだね、国によって些細に違う、ちょっとずつ違うからね、うん、はぁ、ためになるね、うんうんうん、なるほど。きちんと畳んであると美味しくなくて、待ってきちんと畳んであると美味しくなくて食が進まなくて手持ち無沙汰で畳んだ的な。畳んでたわ今まで、普通に綺麗にして帰ってた。なんかね、そっちの方が日本人的に落ち着くよね。うん、うん、普通になんか京都とか食べたとこでもうめっちゃ綺麗にして帰っちゃった。うん、まあ別に気にしないと思うけどね。まあね、そういう本当にめっちゃホテルみたいなとこでご飯するときは、そうかもね。え、だって私それ知らなかったらさ、相手方がさナプキンクシャってしてさ出てったらさってなっちゃってたけど、まあ今ならわかるな、うん、知らないってなかなか怖いことだよ。よく言うよね、スカイさん無知が一番怖いみたいに言うよね。そうだよ、無知は矛にはなっても盾にはならんのだよ。矛にはなり得るの？あ、そういうことか。そう、無知は人を傷つけうるけれども怖、守ってはくれないでしょ。ちょっとじゃあ私皆さんにももっともっと教えてもらおう、うん、感じだね。ちょっとごめん、マジで洗濯物やるわ。うん、いいよ、別に誰も怒んないわよ。よいしょ。私はひたすらジャガイモを剥いてるわ。いい香り。まだジャガイモしか、まだジャガイモ剥いただけなのに。洗濯物かい。生ジャガイモの匂いかと思った。よいしょ。え、実況してったら怒る？いいよ。本当？うん、え、なんかすごい変態っぽい話になるんですけど、うん、スクヤさんが着てきた私服の方はすごくなんかスコヤさんの匂いがしていい香り、変態、それでいい香りって言ったんだけど、次にスコヤさんが着てた寝巻きパジャマ、うん、ちょっと汗臭い。変態、もう最低ね。違う、本当にね、やめて。だから洗ったんじゃないのそれ。あれ、違う違う、今から洗うやつ。もう最低。違うの、スコヤさんめっちゃ寝汗かくんだよね。やっぱり普段全然汗かかないのに寝汗だけはかくんだ。だからそれが愛おしくなっちゃう。ねえ、ほんとやめて、変態エッチ、セベ、いい香り、バカ。マジでこの人
大衆フェチなのよ。大衆フェチなんですよ私。もうさ、大衆ってか匂いフェチなの。もう変態なの本当に。変態変態。なんかちょっと臭いの好きなんだよ、ね。バカだよ本当もう。なんか女の子な、まあ別にわかんない。なんかちょっと汗臭いとかも全然平気。そうなの。そう。そうですよね。はい、ありがとうございます。なんか聞いたじゃん怒るって。しかも私今パジャマ見せながらあったじゃん。見てない、もうジャガイモしか見てない。ジャガイモ7つ目わ助かってるよみんな。だって変にさいい香り、いやいい香りだよ、いやいい香りなんだけどね。いいっすね最低。もう本当変態、ね、本当変態、はい、ドスケベ。5番で言うならスクエさんもうもう ね, ね何がそんなに気に触れたんだという。びっくりした。新章で5番はびっくりした。笑っ、いや笑っちゃう、それはちょっと違うんです。あれは5番で、 あそっか、あれはあれか、ワイファイだっけ。あれはワイ、あのケーブルがルーターのケーブルが抜けてたんです。はい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 。でもねそれもね本当になんでか分かんないの、うん、私ベッドの下のコンセントにつなげてるの、はいはいはい、ルーターのコンセントね、うん、だからベッドの下のコンセントが配信中にいきなり抜けたの、うん、怖くない？怖い。え、あのさ私さ結構ぶっちゃけるし何回か言ってるけどさ、うん、え結構私スコヤさんちやばいと思うよ。やばくないよ。やばいと思う。そんなことないよ。な例えば？え、なんかこれこの間スコヤさんに確認したんですけど、うん、そのなんか私が先寝たか、そう通話しながら寝た時に、うん、そのまあ、スコヤさんって寝言結構すごいんですよ、はい、そ寝言ほんとやばいの。それはまあ置いといて、うん、でなんかこう私先寝ちゃったんだと思ったら、いや違うわ、スコヤさん先寝たんだ。で私まだ全然普通に起きてていろいろ作業してたらなんかカサカサみたいな、なんか袋か紙をカサカサ作業する音が聞こえたの。あの明らかにこう布団のガサガサじゃなくて物のって言って、あれスカイさん起きたのって言ったら無視されて、何してんのって作業って言っても無視されて、まあ寝てたんすよね。で起きた時に、え昨日さ途中でなんか作業したって言ったら、え全然してないっつって、えじゃあ枕元になんかさ袋とか置きっぱにしてるみたいな、いやしてないって言われて、まあでも結局コンセントのな管がなんかコンセント結構あるんでしょ、うん、あそれがガチャガチャ当たった。でも今までしたことないけど、てかそういうコンセントのこういうなんていうの、こういうなんだろう、今ちょっと別にこういう、ね、こういう音ではなかったんだよね。私これだとしたらどんだけ動いてんのって話だし、スコヤさんがどんだけこんなあーってなってんのって話だし、寝相悪すぎる。無遊病。えでもね無遊病かってぐらい結構スコヤさん喋るんだよ。そうスコヤね、猫と、でも最近あんまりはっきりしてないらしいですね、トマエさん曰く。お母さんと一緒に寝てた時はね、マジで聞き取れるレベルだったらしい、猫と。いや、うん、てか喋ってる普通に。寝ぼけるとじゃない、寝ぼけるとかじゃないの。それ喋ってんの、やっぱ多分夢の中で喋ってんだろうね。それがそのまま出ちゃうんだと思う。だって言われたもん、配信してたって言われたお母さんに、うん、夢の中で今日は何とかやっていきたいと思いますって言いながら配信してたし。マジか、また夢の中で配信してた。すごいすごい。人に言う、え寝言多い人って何なの、なんかあるの、なんか解析されてるの、解析どうなんだろうね、うん、でもどっちにしろあれじゃないの、レム睡眠的なあれじゃない。あ私だからお姉ちゃんもすごくて、お姉ちゃんやばくてちょっと似てる。なんかじゃあお姉ちゃん呼んできて寝言バトルロワイヤル。2人でなんかさずっと寝てたらさ、お姉さんとそのうち寝言で会話始まるかもしれんで。あるかもしれない。そうだね、そう寝言にね会話しちゃいけないって言うんだけど、こっちとしては話しかけられてると思うからんって言っちゃうんだよね。それぐらい鮮明なの、そのムニャムニャとかじゃないんだよ。はっきり喋っちゃうんだよね。そう、今日なんかあったかな、あんま覚えてないけど。今日スコヤは夢、あ今日はあ、まあ、これ多分寝ぼけてだと思うけど、うん、なんかこう私もこう なんとなく起きた時に、うん、多分スコヤさんも起きて、なんか夢、なんかこんな夢見たって言って、どんな夢って言ったら寝ました。
は統治法の先だけ使うな。そう、後のものを言えこんな夢を見たんだ。そう、こんな夢を見たんだって。どんな台っつったら、しゃこれから見るんだみたいな。そう、統治法マジで統治法。めちゃめちゃ可愛いんだが。そう、可愛いね。私ねごとあんまり言ってた。なんか私は聞いたことない、うんね、みたいなしか聞いたことない。そう、白雪さんよく死んでるって思われますらしい。いや、それはない。やっぱ寝てるときはわかるよ。ほんとっすやすよ。ほんとに無音って言われるよ。そんなことない。ほんと電話越しに普通にカーってなってる。あー、それはやっぱ息かかってるかじゃない。ボーって。いや、なんか寝息なの。よし、こんな感じでいいかな。結構だから肉じゃがめんどくさいんだよ。なのにありがて。なんかやっぱ煮物って大変だよね。そんなことない。いや、わかんない。私が野菜切るのがめんどくさいだけなんだけど。いや、いや、めんどくさいよ。あ、私最近も冷凍でカット野菜買っちゃってるもん、ぶっちゃけ。だから今冷凍庫パンパンなんだよ。冷凍庫パンパンなる、わかる。うん、パンパン。すごいさ、そのさ、長野のさ、うん、なんか通販ショップみたいなの見つけてさ、うん、おやき24個入り買ったら冷凍庫ももともと狭いからパンパンになっちゃった。24個なんか24個、うん、おやきだと何も見ないで買った24個入っててさ。それはやばい。でもさ、6つ味があるから。ああ、僕4つ。24個、おやき24個、うん、野沢菜。もうそれは家族になっちゃうよだよ、もうそれも。うん、じゃあ待ってよ。あ、そういう話。そういう話っすか。なってくれたらおやき24個一緒に食べる。いや、めっちゃおやき、私そんな別に超好き。めっちゃ美味しいよ。24個かも。切り干し大根と野沢菜と粒あんとかぼちゃともう一個なんかある。本当に。おやき買うんだったらハーゲンダッツ24個がいい。おやき超いいよ。わからん。朝ごはん作るのめんどい時とかおやきちょんちょん。なんか小籠包とかなんか嬉しい。春巻きとかなんか。おやき超美味しい。あ、まあ、お腹にたまるか。超お腹たまる。うん。めんどくせってこととかね、うん、めっちゃ良い。あ、ね、かぼちゃの焼き美味しそう、確かに、うん、そんなのもあんの。あるよ。何味あんの。言ったじゃん今。味言ってた今。言ったじゃんね。もう何聞いてんの。いや、コメント見ながらだから。私ほんとシングルタスク、シングルタスク、コメントとしか変わらないじゃん。そんなのないじゃん。ね、それは違うじゃん。もうやだ。言ってました。だからかみんな言ってたんか、野沢菜美味しそうとかさ、へえとか。怒っちゃう。あ、プンプンプンしてる。プン、ごめんなさい。いちゃいちゃ喧嘩だ。違うよ。怒らしちゃうんだよね。でもさ、どうすればいいんだ私さ。なんかさ、もうさ、怒らせるの大好きでさ。最低、変態、エッチ、スケベ。うん、そうそう。いや、別にエッチでスケベはちょっとわかんないですけど。可愛いね。プンすごい可愛いのわかるでしょ。だから中学生なんだよ。もうなんか可愛いからさ、可愛くて怒らせたくて構ってほしいんだよね。うん、私この話なんかしたな誰か。逆にさ、スクワさんって私わざと怒らせたりしないよね。なんで？だって怖いもん。な。いつ営業にしましょうって言われる。怒らせたくない。ね、なんで？あなたの、あなたのせいでしょうが。だってともえさんの怒り方って可愛くないもん。本当にマジで怯えちゃう。ゾッとしてごめんなさいって。そんなじゃないじゃん。なるよ。違うよ、そのさ、内容じゃない。別に、なんだろう、そのスコヤさんがお茶目なんだ。例えばさっきみたいになんか、うーん、内容じゃない。営業にしましょう。本当に思ってじゃん。その時はそれがいいのかなって思ったの。あー、最低。もうやだ、めっちゃ気にしてる。やだやだ、熱い。やばいやばい。どう、みそぎ配信しせねば。はいね、ごめん。かわいいですね。そうね、なんか嫌なことしちゃいたくなるね。さっきみたいにね、汗臭いとかね。ねえ、もう本当だよ。もう最低。それは普通に変態だと思う。いや、匂いフェチなんだよな。変態だよな。匂いってか体臭だよね、どっちかっていう。いや、だから体臭も好きな、その人の、その人の体臭好きだし、別になんか
ちょっと汗臭いって、汗臭いってあるじゃん独特な、あれも好きだし、なんかね人間臭いの好き。マジで変態。好きだね。あんまり度が過ぎちゃうとくそってなるけど、そうそうそう、だけどなんか人が嗅がないで、でもド S ですから、なんかもう嗅いでほしくないってとこ嗅ぐの大好き。マジで変態。マジで。もうここ絶対。もうやだもうやだもうやだ。そう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 、耳の後ろとかいいっすね。なんか嫌がるのもいいよね。まだ可愛いよ。いいね。男性の汗臭いのすさん、え別に男性も思わんよ、別に平気。酸っぱい匂い好き。まあのね、足は無理かも。足臭いのはダメ。靴臭いのダメ。そこはダメ。えなんかさ、居酒屋とかでさ、これ誰か足臭いの一人いるなって時ない？あれきつい。あれ犯人探ししないけど誰ってなって、なるべく遠い席行きたくなっちゃう。初めてオフで会った時の第一印象、かわいい、めっちゃ美人、綺麗、すげえ、一目惚れ。かわいいだったかな。守りたいってなった、普通になんか笑顔にしたいってなったかな。かわいい。なんか本当に最初からなんかね、ワンコみたいな、あ、まあ、これ何回も話してるんですけど、会った時その、まあ、冬だったんですけど、そのねマフラーでね、マフラーなんかあって、あすこやさんってこう、私なんか遅れちゃったんだけど、来た時に最初はなんか普通にたまえさんパーって来ると思ったら、なんか目合った瞬間パッて マフラーにね顔隠した。こんな美人に名前呼ばれてさ、素直に目合わせられんやろ。え、超ギャップだった。あんなさ配信とか強強なのにさ、なんかさあんなマウントとか取ってきたりさ、ハンみたいなさやるくせに、なんか実はあったら、あ洗濯物終わりましたね、うん、なんかね子犬みたいにね、フンってマフラーにフンフンってなって、えあれ間違えちゃったかなって思って、えでもすこやさんだよねって言ったら、最初全然ね目も合わせてくれなかった。でもなんかそれでもね裾ちょんってね可愛かったよ。だって人多かったもん。そう、私の服の裾でちょんってねやってきて、手つないだっけ、それ手つな、なんかスルッと手つないだよね。つないだ、実はちょっとこっそりつないちゃった。そう、手つないで、もうだいぶ前ですけどねそれは。なんかすこやさんあれだよね、結構あれだよね、お母さんがあれだよね、結構気を、なんだろう、すごい気にしてくれるよね。あ、そうね。そうそうそう。お母さんはまあすごい愛されてる。とても過保護な人。そう、めちゃめちゃね愛されてる。そうなの。そう。あ、逆にだから家出ないと一生甘やかされてる。いやー伝わるね。そうだね。あれ私のこと知ってるんだっけ？そう。だよね。なんか何するあれ？知らいいの？いや別に。知らない。あ、そう、じゃあやめとこう。どっちでも、いや、わかん。じゃあいいですよ、別に。しないわ、じゃあ。そう、親公認なのです、これは。いつもお母さんに、ともちゃん元気って言われて。私、心臓が持たない。なんか、その、たぶん、スクエアが、なんて言ったらいいかな、じゃあ。そう、お母さんに、いやなんかもう私友恵さんいるからもういいわみたいな、一生結婚しやんかもしれんみたいな、なんちゅうこと言う。もうお母様に私、あ絶対会えないからね、もう会って絶対面白いから、私のお母さんと友恵さん会ったら、いやいやいや、絶対私録音回しとくわ。すこやさんのせいでどんどん会えなくなるんだよ私は。なんで会ってよ、絶対面白いよ娘。でめっちゃ見たい。でそう言ったのね。そして、あそうなんって言われて、なんか友恵ちゃんのことなんか どんな時に好きやと思うみたいなことを、お母さんめっちゃそういう話好きやから、なんか恋愛話好きそうだよね。そうめっちゃ言われる。だから私にそういう浮ついた話がなかったのがめっちゃ不満だったみたいで、最近になってそういう話をしたらめっちゃそれが嬉しいみたいで、めっちゃ聞いてくるんだけど、友恵ちゃんのことどういう時に好きやと思うって言われたからめっちゃ考えたのち、
チューしたいなって思った時にお母さんがあーもうそれしたいないわって、ね、お母さんがめちゃめちゃ大喜びをしていたっていう話を聞いて私はすくやさん何言ってんの本当何言ってんのお母さん8歳自殺いいんじゃないお母様なんつったの私なんかさそのお母様の反応聞く前にさって言っちゃったって聞いてチューしたくなっちゃなるからじゃないみたいに言って何言ってんのってねそれお母様なんて言ったのみたいなで私はもうさもう白雪とお前今度連れてこいとかなるかなって思ったらなんかそれしゃあないわガハハみたいになったって言うからあーなんかねそうかあの親ってこの子ありですよいやいやわかんないじゃん本心はおめでとうございますありがとうございます絶対会ってくださいやだよどうしようえもう私だってなんならさ本当にもう男のふりしてでももうなんか考えたんだよいろいろ断層していくか断層してとかにしてもうじゃないともう私もう首が離れてしまうかもしれないすこやけと思ったんだけどでもな大丈夫なのかなどう思う報告お待ちしておりますねえまあねどうしましょうねよし、うん、あとは煮込んでどうしましょう女は同居私がよく言うやつあいさ死にてもらっていいですねみんなと途端にコメント早くなるじゃんみんなそういうタコやぞお母さんにも話したよすごいこの間さ、あつ森の中で友達と結婚式したもんしたら、はい、最近流行ってるらしいやめてやめてやめてよやめてよ、はい、話をどうしようなんかやっぱ最近そういうバーチャルっていうので結婚式流行ってるらしいなって言ってでニュースで見たでって言ってたどういう気持ちで言ってるんだろうなえ次は現実でやろうよめっちゃ軽いじゃんコンビニ行こうよみたいなノリじゃんもうそんな、そうだ責任取ってもらって何結婚しようかないやそれもまた福山雅治さんになっちゃう家族になろうよ家族になろうよじゃんそう家族になろう全然似てないって言われるけどね、どうしようねご挨拶行くしかないよ女の子できるらしいですよ友達さん頑張って大丈夫友達さん素直になってくださいえ、なにじゃあ聞くけど嫌なの友達さんはえ、そうそうそういいとか悪いとか嫌だとかいいとかそういう問題じゃなくないそうなのそうなんだよなんでスカイのお母さん結構ハッピーな人だよしなんか漢字も読めないしうん先生だけどいやわかるやんわかるじゃんもうわかるじゃんそうあのすぐうんそんなあじゃあ結婚しましょうはいもうじゃあはい結婚式あげましょうそう違うじゃんじゃやめてくれみんなそこはもうちょっとじゃあ大事にステップ踏みたいらしいですでも本当に分かってんのかな本当に分かってんのかなね、ウイリニ美味しいね。わかりますよ。でも行きましょう。分かってないやん。何も聞いて。やめようこの話。はい。じゃあ次何の話を。あ、じゃあわかった。これならいいんじゃない？日常生活で知ってて得する数学なんか。例えばほらよくさコンビニとかでさ私さスコヤさんさ早いじゃん計算なんかこっちの方が安いよとかさ、なんでわかんのつ。え、だって計算すればっていうの私はわからないのそれ。そういうのをさ、どう？よくない？最小公倍数とかから言わなきゃいけないんじゃないこれ。え、これめっちゃよくない？最大公約数とか。最大公約数。割り算すればいいじゃんね。え、だから全然わかんなかった。なんで割り算なんのって感じだった。一個あたりの値段を出せばいいんだよ。わかんの。なんで？え、だからさ、わかんの。3個で、120円。なかったよ。でしょ？はい、3個で120円ってことは、え、3個、うん。3個で120円と、じゃあ5個で200円あるしよう、え、5個の方が安いじゃん同じ値段なんだよえもうフィーリングで勝ってた5個の方が安いわ120割る3は120割る3は、40?
って1個あたり40円、うんうん、200÷5 は20？ なんでよ、あれ腰、あ、40、バカ、もうクックからやり直せ、なんでよ、クックは言えます、やめて、クック言えないのさすがにやばいって言ってるか、私割り算で言えなかったらクック言えないとほぼ一緒だよ、いや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 、割り算とクックは違うよ、ほら1個40円じゃん、確かに一緒じゃん、一緒だ、うん、確かにな、一緒だから1個あたりの値段を出すって思えばいいんだけど、うん、割り切れなくてめんどくさい時とかは、うん、なんか倍にしたりとかする、だいたい何個で何個ぐらいみたいな、え、マジごめん、ククは言えるからな、いや、ククは、うん、正直、うん、言えて当たり前だ、いや知ってるよ、私もそう思ってるよそうだよ、みんなククはやべえよ、ククはみんな毒されてるんですよ、うん、ククは言えて当然なんですよ、ククはやばいよ、がククを言えたところで別に何も動きはしない何も偉くない、え、だしごめん、白雪ともえはククは言えるレベルのバカだよ、ククは言えるしか言えないのがもうやばいんです、いやそうかなすごいよね、うん、頭いいってすごい、その勉強ができるじゃなくて、うん、頭がいいよ別だからさ、わかる、頭がいい人は本当にすごいなと思います、うん、今来た初見さんいらっしゃい、ありがとう、今来た初見さんいらっしゃい、いやね、このね、なんちゃってじゃあ、あーなんやてなんやて、じゃあちょっと JK らしいことしてくれない、マジタピオカ飲みたいんですけどそれしか言えないタピオカしか勝たんタピオカそういえばあるよ買っといた、あるよ、タピオカ、はい、タピオカ食べようね、ミルクティー作ってあげようか、あ、いいね、スクヤのミルクティーめっちゃ好評なの、いい、うん、あ、美味しかった、めっちゃ美味しかったでしょ、いや、わかるって言ってるからさ、めっちゃ美味しそうかもしれん、え、めっちゃいい香りだよ、うん、めっちゃ美味しい、言いたことわかったか、これどうしよう、ならいいんだ、私、うん、ロマンだよ、勉強もできて可愛くてスタイルよ、ボンキュッポンで肉じゃがまで作れちゃったらもうお嫁さんになるしかない、引き取り手はいるの、ちやお嫁さんになるしかないな、ちやわかりやすい、なんかさ、こんなさ、スクエさんってさ、めちゃわかりやすいの、なんかさ、ここまで来られるとさ、なんかさ、わざとさ、いけずなことしたくなるのわかるでしょ、いけずね、はいはい、わかるやん、ここは、あかん、もうハートがポヨヨヨヨって浮かんでるもん、ポヨヨ、あ、ハートエキスも入れてもらってね、はい、あ、ちょ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 入れてもらって、あ、いやいやいや、じゃあ私もはい、入れといて、違うよ、入れるの、なんで食べてんの、怒られた、は、違う、じゃあ肉じゃがに入れてようん、スコヤのもの、うん、スコヤが独り占めする、かわいいね、かわいいね、こんな感じなんですよね、ほんとに、なんで、そうそうそう、スコヤ、ともえさんといると IQ 下がるの好き、イエーイ、いやー、やっぱね、ふぅー、釣られちゃった、ね、パラリラパラリラ、やっぱね、これ合わせて、目線を合わせて話してあげる、 ね、 ね、待って、それさ、待って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 、それで言うなら、と、白雪、スコヤといると IQ 上がるの助かるはないんですか、上がらないもん、低いものを高くは難しいよ、高いものを低くはできるけどさ、大きいものを小さくはできても小さいものを大きくはできないんですよ、なんで黙るの、